東京都足立区から。新上屋橋は、東京都足立区の隅田川に架かる、都市計画道路環状7号東京都道318号、環状7号線の橋である。橋五153.0メートル、三景間の後半桁橋の一等橋である。橋の右岸側には、延長139.1メートルで、福音10.0メートル、 砂岩側は延長444.3メートルで、福音10.0メートルの取り付け道路を有している。また、水道道路併用橋でもあり橋に付帯設備として、内径1.2メートルの水道管を4本併設し、水道橋の役割も持ち合わせている。また、災害時に防災拠点等に緊急輸送を行うための、東京都の特定緊急輸送道路に指定されている。 北岸は、足立区に行った二丁目。南岸は、北区上谷一丁目に位置する。京名は、北区の地名にちなむ。岩淵水門の管理橋を別とすれば、隅田川最上流の橋となる。もともと、宮堀の私があったところである。現在の位置より100メートルほど南の、王子神谷駅付近の上宮堀に、昭和2年に、木鉄混交の橋として架けられた、上谷橋があり、後、 昭和25年に、鋼桁橋として改め課された。新しく隅田川に架けることとなった東橋はこの、名称にちなむ。昭和52年に神谷堀が埋め立てられ廃橋となったことから、現在は神谷橋は現存しない。ちなみに、神谷橋の名は、東京メトロ南北線王子神谷駅の歌唱としても、使われていた。橋は、首都圏整備整備の一環として、 1> 第1期工事が1962年10月着工された。1965年の創価当初は仮開通状態で片側1車線の幅員10.0メートルであったが、1967年2月にはすぐに追加の拡幅工事が行われ、現在の福音となった。橋桁製作は松尾橋梁株高は坂田建設が行った。ありがとうございます。